いやー、都議選予想とは違って、都民ファーストの会が善戦しましたね。で、小池知事の影響力が東京では馬鹿にできないことを自民党は痛感したでしょうね。そんな時、今回の都議選で当選した都民ファーストの会の 木下富美子議員が事故を隠蔽していたのではと大問題になってますね。そしてそれに対してあの免定のプロ、百田直樹さんが分析されていますね。皆さん、こんにちは。ハにヤです。本日は2021年7月の5日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、悪事、千里を走るということになります。では、今回の目次はこちらです。 では、まずはこちらの記事をご紹介いたしましょう。こちらは FNN7 月5日の記事ですね。見出しは、当選の都派議員、無免許事項、勘違いして乗った、ですね。以下、一部引用です。東京都議会議員選挙に都民ファーストの会から出馬し、4日に当選した木下文子議員が、無免許で交通事故を起こしていたことが分かった。木下文子議員は、7月2日午前7時半頃、板橋区高島平の交差点で、 車をバックさせた際に停車していた車に衝突し、この車に乗っていた人は軽い怪我をしたという、木下議員は免許停止期間中で無免許運転の状態だった。木下議員は取材に対し、事故を起こしたことを認めた上で、7月2日までの免停だった。勘違いして乗ってしまった。公職にあるものとして、このようなことになり大変申し訳ないと話している。 以上ですね。で、皆さんご存知の通り、今回の都議選は7月4日、投開票でした。そこで、選挙期間中の7月2日に、この木下都議が事故たわけですね。しかも、免停中の人身事故。まあ、ちなみに朝日新聞によると、木下都議は板橋区で3位当選。 まあ、6位の方と約5700票差で当選しています。まあ、本来だったら、せめて事故の事実を明らかにした上で戦うべきだったんでしょうね。まあ、ちなみに毎日新聞によると、都民ファーストは同日、木下都議を当面の間、党員資格停止処分にすると発表した。事実関係が明らかになった時点で、改めて厳正な処分を行うとしている。 としていますから、まあ、バカなことをしましたよね。まあ、そもそも交通事故だけだったら、まあ、それはまあ、誰にでも起こり得るわけです。まあ、ですからもちろん、被害者のこともありますが、事故だけで責任問題ということにはなりませんよ。例えば、立憲民主党14歳教競争の本田平直議員の配偶者の西村千奈美議員だって、2016年に人身事故を起こしてますが、特に問題になってませんからね。まあ、飲酒運転とかならば、大問題ですか。 ただ、今回は、免停中でしょそして、こんな木下都議の、免停中なのを、勘違いしてしまった件について、免停のプロ、百田直樹氏が、鋭い指摘をしていますね。まあ、こちら、トースポー7月5日の記事ですね。見出しは、百田直樹氏が、トファ議員の無免許事故に言及。免停期間をうっかりするはずがない。ですね。以下、一部引用です。 作家の百田直樹氏が5日、ツイッターで都民ファーストの会から出馬し、当選した都民ファーストの会議員の無免許事故に言及した。東京都議会議員選挙で都民ファーストの会から出馬し、4日に当選した木下文子議員が2日に交通事故を起こしていたことが判明。しかも、免許停止期間中で警視庁は無免許運転をしていたと見て調べている。木下議員は、免停期間中だったが、期間を間違えて乗ってしまった、と釈明しているという。 このニュースについて、百田氏は、自身が過去5回免停になった経験を明かした上で、免停の期間をうっかりすることなんて考えられないと指摘。さらに、免停期間をうっかりするはずがないと言ったのは、免停中は免許証を警察に取り上げられていて、免停が終わってからそれを警察まで受け取りに行かないといけないからだ。つまり、その間に車を乗る場合は、免許証不携帯で乗ることになり、期間をうっかりするなんてありえないのだ。 と、同義の釈明に無理があるとした。以上ですね。うーん、終了ですね、いろいろと。もちろん、なぜ免定になったのか、まあそこの部分も興味がありますが、そもそも論として、百田直樹さんが言うように、免定の時には免許証を所持してないのですね。 ちなみにこちらは警視庁のホームページですが、免許証の受け取り手続きによると、短縮交渉を受けなかった方は停止期間が満了した翌日以降の平日に、短縮交渉を受けた方は免許証返還予定日以降の平日に、運転免許停止処分書を持参してくださいとありますね。 まあこのように自分で免許証を返還してもらう手続きがあります。まあ、従って、百田さんも指摘しているように、今回の木下都議の言い訳は理屈に合ってないんですよね。唯一説明できるのは、もしかしてこの木下都議、普段から免許を携帯せずに運転している違法行為の常習者じゃないの、まあ、ちなみに皆さんもご存知の通り、トミーファーストの会は今回の都議選でボロ負け予想でした。 そして小池知事が入院をしてしまいましたが、選挙期間の最終日7月3日に電撃作戦が決行され、小池さんは幾人かの候補のところに応援に行ってます。応援に行ったところは全員当選したとされますね。はい、こちらはスポンジチさんの記事に掲載されている写真です。 嬉しそうですね。この木下さんがこの時すでに小池さんを騙してたのかなそれとも小池さんも知ってたうん。さすがに知らないかな皆さんはどう思われたでしょうかぜひともね、何かご意見ありましたらコメント欄にお寄せください。そしてぜひともチャンネル登録、高評価もお願いします。ではね、次はこちらの動画か、こちらの再生リストをチェックしてみてください。では、バイバイ。